ステータスを使ってくるかな。それでは参りましょう。おー、古畑だ。波動ファイト。どっちも古畑ですね。まずはレッドサイド、ここはクライマーズ。1番奥川ヒロ選手4321、そして真ん中ロックラ選手3421、そして1番手前マサルッチ選手3241です。対する野獣と美女、1番奥川鍋選手5211、失礼しました、ジェミー選手4231、そしてココア選手3241となっております。まずはですね、野獣と美女が2点リードしております。ここはクライマーズ全員がライフ1枚、ここはジェミー選手が1点を取っていく。さあここで2連続得点、野獣と美女が5点のリード。さあここはね、しっかりとここはクライマーズ狙いを合わせていきたいところ。シールドを張って対角、ロックラ選手が点数を取っていく、一発 KO。 さあマサルッチ選手も点数を取っていくが、ナベ選手がすかさず点数を離していきます。さあ自分のシールドを使いながらヒロ選手も一発 KO。 残り時間は10秒、ナベ選手が上がる。さあ狙わせないようにと上がっていくが、ココア選手がしっかりとシールドでカバー。タイムアップ、4対6、野獣と美女の勝利です。おめでとうございます。